日本児童教育専門学校とは、東京都新宿区高田の馬場,場1の32の15に、ある、専門学校。保育士、幼稚園教諭を養成する。東京都知事認可。厚生労働省指定保育士養成施設。1982年日本児童文学専門学院として、開校1984年専修学校の、認可校となる。 日本児童教育専門学校に、公明解消1985年小さな新設、運動宣言校となる1987年、ボランティアセンター設立1989年カウンセリング制度、導入1991年ユニセフ活動校となる。 キャンプインストラクターの資格取得校となる1992年 WWF 加盟校となる1993年ボランティア活動推進モデル校となる救命技能講習会実施校となる1996年文部省の告知により専門誌の称号付与認定校となる1998年大阪芸術大学短期大学部と提携開始要知園教諭二種免許保育士 社会福祉主事人用資格が卒業時に取得可能となる。レクリエーションインストラクターの家庭認定校及び資格取得校となる日本漢字能力検定試験実施校となる2003年保健児童ソーシャルワーカーの指定校となる2006年キャリアデザインを前科に開校を2007年設置者が学校法人経新学園に変更総合子ども学科を 新設2008年地域貢献のための子育て広場を開設指定保育士養成施設校となる夜間部保育福祉課を新設2014年文部科学大臣により総合子ども学科、児童教育科、保育福祉課が職業を実践専門課程として認定される2016年文部科学省専修学校版デュアル教育推進事業に採択2021年 認定絵本詞養成講座を解説。ありがとうございます。